NHK 杯では2年連続で表彰台に上がりました。パパさんスケーターとしても有名で、被災地の未来へ向けたメッセージでも、子どもたちが明るく元気に日々の生活を送れますようにと語ってくれました。村隆仁さんです。 Here is our next performer, 隆仁、村。エキシビションのプログラムはミュージカルオペラ座の怪人のその後を描いたストーリーです。ラブネバーダイズよ。今回このエキシビションに選んだのは、大切な人を思う気持ち、これを歌ったミュージカルをリンクの上で表現したかったという本人の話です。村隆仁選手のエキシビションでした。村隆仁さんの演技でした。ラブネバーダイズ、隆仁、村。浅田舞さん、ジャンプは本当にダイナミックでしたね。そうでしたね。4回転ジャンプにもチャレンジしてましたね。はい、男らしい、村選手らしい滑りだったんじゃないのかなと思います。あのジャンプもダイナミックでしたし、非常にこう情感豊かなプログラムだったでしょうか。一日でも早く大震災前の元の生活に戻ることができますように。
そんな話をしています。